すごい。なんて戦い。やるな、千代馬。だが。その姿は。ふふそうか。お前、自分の体を。久方ぶりだ。自分を使うのはな。さあ、そろそろ蹴りをつけるか。この状況、私はどうしたら。さくら、お前は逃げろ。お前を逃がすくらいの時間は今のわしでも作れる。私は3年前ナルトと約束したんだ。今度は二人で一緒にって。だから私はこんなところで、こんなところで負けるわけにはいかない。さくら、お前何を。あいつは私が倒します。何を言っておる。お前では。でも引きたくないんです。私は約束したから。約束？それに綱出師匠から受け継いだ魔剣気が嫌というほど仕込んでありますから。さくら、約束だか魔剣気だか知らねえが、そんなもので俺に勝てると思うなよ。戦闘開始。こっちだ。こいつはもらうぜ。僕を落とした力だ。赤ひげ百鬼の総援。そら。くだらねえな。ガンガン行くわよ。赤ひげ百鬼の総援。
あやつ、やりおった。まさか、な。さくら！お、お前、あの戦っている最中に毒を受けて。毒を受けたにもかかわらず、無理して戦うから、そうなる。毒がそれだけ早く回るだけだというのに。医療忍者としては、失格だ。我慢しろ。すぐに終わる。無駄だ。すでに毒は全身を巡っている。医療忍術を使ったとしても、そいつはもうじき死ぬ。今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。そもそもこれは、親を亡くし、親の傀儡と共にいることで寂しさを紛らわしていた。わしの孫のために編み出した術じゃ。何？この術があれば、傀儡にすら命を吹き込むことができる。くだらねえ。くだらないついでに、そこのガキに一つ無駄なことを教えてやろう。お前はオロチマルのことを知りたがっていたな。それなら草がくれにある天地教に行け。どういうこと？オロチマルの部下に俺のスパイがいる。そこでそいつと落ち合うことになってる。本当にくだらねえ。